臭いね。臭いって。ひな臭いって。ゆっくり。臭い。ひな。ひな。ねえ、そんなことあるの？テロだよ、テロ、これは。もう。これ。これ、寝るときにひなちゃんがお尻に引いてたやつなんですけど、モザイクをかけますが、ひなちゃんの大量の肛門腺でございます。くさい服で、これ。畳んで、ここに洗います。こうするしかない。ひなちゃん。ひなちゃんって。出ちゃったんだよね。寝てる時に音が聞こえてね、嬉しくなっちゃったんだよね。ね、あたち出ちゃったんだよね。あんた週一絞らないと出ちゃうんだよね。姉ちゃん、お尻に引いてたやつで拭いちゃったんだよね。出ちゃったのだ。上着にはついてないね。あれだよね、ここですると臭くなっちゃうからわざわざそこでやってくれたんだよね。大丈夫なの、ありがとね。それは出ちゃったもんはしょうがないもんね。こちら側がとても臭いのか、ライト君、ふたかも一番匂いが届かないところに隠れております。ウルもあまりにも強烈すぎて逃げる兄たち。恥ずかしいね、恥ずかしい。ふたくんどこまで隠れたの、ふた。そんなにさ、距離取ることないじゃんね。ライト君、ライト君、しょうがないよ、出ちゃう。で、出やすい子もいるんだよ。ねえ。本人すっきりしてルンルンだけど。ひなちゃん。ひな？ちょっと手が臭いの、逃げてみる、逃げてみる。あー、これやめろって、これやめろって。ちょっと逃げてみて、やめやめろ。やめろ、やめろ。こっちにすらね、ごめんごめんごめんね、臭かった。ウル、どこ行った？ウル、また、ウル、それ掃除にしに来たの？ウル、すぐヒナのトイレ掃除してくれるもんね。ちょっと逃げてみる。こった。一回フリーズしたね。どこ行く、どこ行く。コンボの匂いいい匂いなんでしょう。